枝がメインになっちゃうんだよね、右よりね。枝がメイン、ありがちだね。まあだから狼少年じゃないけど、いつも嘘ついてるわけじゃないんだけど、ちょっと信じられなさすぎることが起きてて、それにどうしたらいいかと。そうなんですよ。もうなんか怒っちゃうことを昔もう一切もう言わないでおこうとか思った時期もあったんですよ。でももうなんか何しても一回はどのイベントでも起きちゃうから、もうそういう星なんて最近諦め始めて、ね、そうだよね、うん、だったらどうこううまくね盛り上げていこうかな。なるほどなるほど。いや嘘だ嘘だと言われた場合に、ね、どういう風に返すかというね。まあだから盛り下げたくないわけだよね、ひたすら。でもうなんかずっと同じ返しになっちゃうのもそうですし、やっぱ否定に否定ってなっちゃうとやっぱマイナスにマイナスなので良くないなとは思ってます。なるほどね、うん、なるほど。まあまあそのやり取りもね、面白くしてくれる人も多分いるとは思うんだけれども、うん、まあ最悪ねそういう風になった場合にどうすればいいかってね、うん、はい、いいでしょう。すごい本当に真面目な真面目に考えてるね、相談タイムでした。やっぱ悩みありましたね、そう考えると。悩みね、そうだよね、うん、自覚がないだけなんだよね。これだけ考えてますよ、真面目に。もう済んだの？いや、こうかなとは思いますけ ど、ね、でもそれが正解か全然わかんないです。うんうん、やっぱ悩まずすぐにね、かけるあたりはね、いいところだと思いますけどね。これ考えなしなんかどうなのかわかんないですけど。大丈夫、いいのよ。これだから、タレントとして正しいって思わせるか、可愛いって思わせるか、どっちかなんだ。だから信じてもらえなくてもこやつ可愛いなって思ってもらえるのも正解。あ、もう一回この人の話聞きたいな、他のエピソード聞きたいなって思わせれば正解だ、うん、なるほどなるほど、うん、なるほど。お、できた。面白そうだから一番最後がいいですね。じゃあまず本人から本人から。お前言ってる話嘘だろって言われた時、いや温かいなとは思ってました。今のズボンだ。あ、なるほど、一個肯定して言うのがいいのかなってちょっといろいろ見返して最近思います。なるほどね。だ今のエピソード限定での返しで言えば温かいなとは思ってます。悪くないよね。あ、本当ですか。うん、いいんじゃない、相手も傷つかないし。ありがとうございます、うん、はい、続いて伊達さん、はい。お前嘘だろ、お前が言ってんのは。いや天然って本当に怖いですね。ちょっとそれ欲しいな。怖いっすね、他人事みたいな。なるほどね、なるほど。確かになんか、いやー本当怖いですね。これ結構近いんですよね。そうだね、確かに、うん、だから天然は自分のこと天然っていう自覚があるのかどうかもなんだけど、まあ天然ってよく言われるけど、うん、怖いですね。自分でも自分怖いですね。返すとも相手ももうなんかあんまり何も言えないから。そうだね、そうだね、うん、最終的にだから突っ込む人は天然キャラに落とし込もうとしてるから、相手の結論を言っちゃうっていうのがいい、うん、だから自分は天然って怖いですねって言ったらそれ以上追い込みようがないじゃん。そうそう、もう追い込まれてるから自分で。だって隅に寄る感じです。いい返しですね。やったー、はい、まあじゃあ師匠美佐子さん、まあ基本的に喋ってること全部ね、あのぼんやりしてる人ですけど、お前の話嘘だろって言われた時どう返すかお願いします。それ計算だったら私生まれた意味なくないですか。長い。長いよ、長いよ。これ書いて終わった後に、うんうん、絶対その突っ込んだ人から、いやだから生まれた意味ないってばって返されて終わるなってところまで見えちゃった。いやそしたらもうただ重い気持ちだ。バラエティーじゃないじゃん。そこまでじゃねえよって突っ込んでもらう。全部間違ってる。そこさんの生存理由がすごい否定にしたんだ。ダメだった。
なるほどね。ダメだった。それそれ。それすごいな。まあだから、はい、まあね、あのこの二人はすごくいいと思いますよ。うん、で一番ね便利なのは、はい、まあ嘘だろって言われた場合に、例えば、うん、だといいんですけどね。はい、ああ、うまいな。ですよね。本当はあって欲しくないんだけど、できちゃった、まあ、不本意なことだから、うん。相手も嘘だって言いたいんだけど、うん、まあでもだといいんですけどねっていうことで本当だってことを暗に匂わせることができるんじゃないですか。そうですね。ありがとうございます。確かに。でもある程度相手の話を受けてから返すっていう、いや本当天然って本当怖いですねだったら可愛げあるし、温かいなとは思ってましたら、ただ天然キャラも裏切らないから、これでいいですけど、これちょっとまあ頭使ったなっていうのは分かる、ね、頭使ったなっていうのは、いや計算なんだよな、それ計算だったら私生まれた意味なくないですかって、すげえ理屈っぽい、賢い、天然がそんな理屈言うかっつうの話なんだ。ドライブ中にいきなり東京タワーって言ってる女がいきなり声しゃべってる、それ計算だったら私もなくないですか、私こんなセリフ言おうと思っても一度もないよ生まれてこの方お前言おうと思っても絶対噛むよな、噛む直前まで 見ないと覚えられなかったもん、このセリフの感情の見えなさがやばいですね、やべ、深い、メンヘラにあるよねこれ、メンヘラって何？あのね、あごめん、私が悪かった、枝がメインになった瞬間、枝がメインになった瞬間、来たやべよ、あでもじゃあこれからだといいんですけどねとか、いや怖いですねって使ってたら、あれを生かしてるんだなって、あそうね、そうだ、あと声優としての、まあ、あのスキルもちょっと見せたいという場合はいくつかのバリエーションで突っ込まれた時のもうあの態度っていうのを一つ決め込んどく、あ、なるほど、いいですね、デヘヘデュフあ、でもいいですよね、言われてピンときてない感じで天然キャラもちゃんとアピールしつつ、あまあまああの声優としていくつかのリアクションのパターンを持ってる、なるほど、見せてく、これに関しては文化放送さんとか出させていただいて、そうだね、大口の時にこういうパターンはいくつもあるでしょ、まあ、あ、ありますね、なんかえへへっていう感じのバリエーションを持っとけば、なんかこう追い詰められた時に何か言ったらでへへじゃねえよでもう完結するから、あ、なるほど、デュフフなんて日常で使ってるやつ聞いたことないわで終わるから、まあだからこういう一言を用意しておくだけ、なるほど、すごい、はい、すごい、ありがとうございます、はい、素晴らしい、いい講座だね、すいません、向上してる感じするね、お勉強だ、どうした、じゃあ今日は以上です、違う違う違う、そうですか、まあ、でもね、すごい動機がやばいの私今、